皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。先日ツイッターをペペペッと見てたら、キャベツを切ってる時に包丁の柄が折れたみたいな感じの画像付きツイートがこうバーッとリツイートで回ってきまして、まあ結構な勢いでバズってたんでね、少なからず皆さんもね、見たことあるって方いらっしゃると思うんですけれども、でそのバズったツイートに対して結構いろんな方がね、その私も折ったことありますとか、僕も折ったことありますとか、なんかこうタルト切ってる時に折れましたわらわらみたいな感じで、なんかこう面白おかしくさ、みんなで盛り上がってさ、でそのツイートの内容がなんかまとめサイトとかも転載されて、なんかいわゆるそれがさ、珍事件というかさ、なんか面白おかしい事件みたいな感じで扱われてたんですけれども、僕個人的にこれね、マジでね、笑い事じゃねえんですよ。マジで気をつけてほしいんですっていう注意喚起を含めて、極めて超真面目に、今日はですね、そんな話をさせていただこうかと思います。まあ皆さんの中にはですね、僕そんな料理しないから関係ないかなとかね、いや私そんなね、めったに料理しないから別にどうでもいいかなとかって思ったりするかもわかんないんだけども、ご自宅に包丁が1本でもあって、もうどんな頻度でも、もう年に1回とか月に1回とかでも、どんなに低頻度でも包丁で食材を切ったりするっていう文化がある方はですね、もうぜひ覚えておいてくださいっていう、もう極めて大真面目な、注意喚起でございます。よろしくお願いいたします。まずその大前提として、切れない包丁ってね、マジで危ないんですよ。これは本当に、ね、料理する方をね、共通している認識です。切れない包丁ほど危ないものはないっていう話なんです。なんでかっていうと、まあその切れる包丁があったとしますよね。で切れる包丁でこう食材切っていくと、軽い力で全然こう力を入れずにですね、このね、簡単にこうね、食材を切ることができるんですよ。でそれから分厚いお肉だったとしてもね、よく切れる包丁なんでスパーンって切れるわけなんだけれども、よく切れない包丁の場合はこうギギギギってこうノコギリみたいな感じでこう力を入れてこう何回も往復したりとかするわけなんです。でその時に手がね、つるっと滑ってあーみたいな感じのパターンもあるんだけれども、一番の危ないところとしては、例えばその分厚いお肉があります。で、よく切れる包丁で分厚いお肉を切るときはストンってすぐ切れるわけなんですけど、切れない包丁の場合はノコギリみたいな感じでギコギコギコってするわけです。で、その時にこうすっげえ力を入れてさ、ギコ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 するわけじゃないですか。で、この刃がちょっと滑って指に向かっちゃった時のことをね、ちょっとヒヤッとしますけど想像してみてくださいませ。よく切れる包丁の場合は力入れたいんで、指にこうスッといってもね、ちょっと当たったとしてもね、痛いみたいな感じですぐ反応できるんです。で、仮に指を切っちゃったとしても、よく切れる包丁ってこう、繊維質っていうんですかね、そういうの傷つけないから、切っちゃったとしてもね、すぐ傷パワーパッドみたいなことを貼、ものを貼って、まあ、しっかりこうね、安静にしておけばね、翌日はね、結構くっついてるものなんですよ。なかなか傷口をね、傷つけないみたいな感じで、綺麗に切れるって感じなんです。けれども、切れない包丁の場合、ちょっと想像するだけで、うーって感じですけども、ちょっと想像してみてくださいませ。すんげー力を入れて、ぐーって体重乗せ、お肉切ってます。体重乗せ、ぐー、切れない。で、その時にこう、手が滑って、ペッといって、指にちゃった時、もちろんそのね、肉を深く切るって時もあると思います。で下手したら骨とかまでいっちゃったりとかして、その重傷というかなんていうか、すげえこの大怪我につながる可能性があるわけなんですよ。それがね、まずね、一番大きな包丁が切れない包丁が危ないっていう、要因でございます。そんなわけで、そのね、皆様にですね、ぜひ普通の包丁、極めて普通の包丁を使ってほしいんですけども、別にそのね、何枚もするような包丁を使ってくれとか、そういう話じゃないんです。例えばだけれども、その僕いろいろ包丁使ってるけども、この中のこれ、僕がまあね、二十歳ぐらいの時からね、ずーっと使ってる包丁なんです。いくらだと思います?今でも全然普通に使えます。まあ使わないけどね、全然使おうと思えば全然使えます。貝印のプロセプトっていう、プロセプト SE なんかなんとかなんとかってやつなんですけども、2000円です。ホームセンターで2000円で買えるような、普通の貝印の包丁でございます。もうこんなんでいいんだ。とりあえずもうね、平たく言うと100円ショップの包丁やめてくれってことなんだけども、何が違うかっていうと、まず第一に違うのが、このね、真ん中のこの鉄のライン見てくださいませ。このお尻の方までしっかりこう鉄が来てるじゃないですか。だから途中の柄から折れるってことがね、まずないんですよ。けど、その安い包丁っていうのはそのね、刃があります。で、その刃の先端のところにこの鉄がね、ちょっとこうペペッとあるだけなんで、まあ、骨元のところは腐ったりとか、何かぶつけたりとかして割れたりとかすると、ここからその折れていくわけなんです。それはね、ほんとね、包丁としてですね、もう失格中の失格。絶対そんな包丁使ったらダメ。これはね、もう大きい包丁でもちっちゃい包丁でも全く一緒です。こんな感じでその線が、このピーッとこう鉄が来てるのがわかりますでしょうか。これがその包丁のもうね、大前提でございます。で、何度も言うだけでも、そのね、何枚もする包丁を使えてるわけじゃないんですよ。2000円でいいです。2000円。ホームセンターで2000円出して買えば、ヘンケルスとかね、その貝印とかもいろんなメーカーが出るんですけども、もうこんな普通の包丁は買えます。で、こういう普通の包丁を買えば、さっきも言った通り、僕もね、これ十何年くらい使ってるわけなんですけども、まだ全然使えるんですよ。全然ほぼほぼ、もう研ぎ続ければ、もうこの刃が、もうだいぶ小さくなりましたけどね。だいぶ小さくなりましたけども、ずっと使うことができるんです。そんな感じでね、もう皆様へのお願い。今まで100円ショップ、
とか300円ショップとか、そういうところでこう、ね、安い包丁を使ってるかもしれません。お願いです。その包丁はね、やめてください。危ない、マジで。で、その金属に対して、そのね、不純物が多いから、その研いだとしてもね、その研ぎが甘かったりとかね、研ぎが難しかったりとかするわけなんですよ。一応 YouTube ではね、その100円の、なんかこの包丁ね、切れるようにそのね、鍛えてみたとかって、そういう、こう、面白おかしい動画あるけれども、あれはね、すごい、研ぐのが上手な人だからできる芸当でもあるし、その研いだ時のその切れ味がそのどのぐらい持続するかというのはまた話が別なんです。そういったことを含めると、危ないし切れないし研げないし、もう100円ショップの包丁のいいところメリットはね、その安い以外何もないんですよ。お願いしますので、本当ね、2000円以上出してホームセンターで、包丁を買ってくださいませ。で、もし、さらにそこからまたこの予算が許すならばといっても別にその一回飲みに行くよりも安い金額ですけどね。もしその僕の話でですね、聞いていただけるでしたら、まな板もぜひこだわってくださいませ。で、これもですね、まな板もですね、別にその何枚も出せって言ってるわけじゃなくて、100円ショップとかそういうのまな板をやめてくれって、それだけの話です。2000円、3000円出すと、僕がおすすめのこの、まな板買えます。アサヒクッキンカットっていうまな板なんですけども、もう2000円3000円出してもいいんだなったら、もうこれ一択です。もうこれ買ってください。これ一択です。まあそのホームセンターにてね、500円600円とかのまな板もあるし、まあいろんな木製のまな板あるんですけども、アサヒクッキンカット、もうこれ一択と思っていただいて大丈夫です。そこそこの厚みがあって結構重いんですけども、重量があった方がその安定するんですよ。まあ、いわゆるその100円ショップとかにあるようなさ、こういうペラペラのこのタッパの蓋みたいな方なんか、まな板あるじゃないですか。こんなまな板使ってもさ、その切ってる時にさ、まな板が曲がるから、全然、その切れ味が良くないし、あとこうね、軽いから動いちゃうんですよ。それはまたすごく危ない。例えばそのアウトドアでそのまな板使いますとかね、その移動する時にまな板持ってきますとか、そういった時だったら別にいいかもわかんないんだけども、ご自宅でしっかりと落ち着いて、料理をするって言われたらもう、そんなペラペラのまな板やめてですね、アサヒクッキンカット、これを使ってくださいませ。いろんなサイズがあるんですけども、一人暮らしの方だったら M サイズで十分かと思います。で、僕が持ってるのはこれ今 L サイズなんですけれども、まあ主婦の方とかですね、ご自宅でよく料理されるよっていう方はですね、L サイズで買ってみても良いかと思います。そこそこいい音がしてしまうんですけども、まあこれも一回以外はね、もうほぼほぼ永久的に使えるような代物でございますので、ぜひとも試してみてくださいませ。で、そんな感じで今まで100円ショップの包丁、100円ショップのまな板使ってましたよっていう人が、その2000の包丁とね、2000のまな板使ったとするじゃないですか。感動するから。マジで。感動するから。こういうことかって思うから。竹谷さんが今まで口酸っぱくしてたの、そこはこういうことなのかってね、もうね、絶対納得するから。そんな感じでございますよ。例えばだけはね、そのまあ分かりやすいかなと思って今ちょっとこうね、中途半端な、まあ普通に冷蔵庫から取り出したところなんですけどもね。普通にこう、トマトがあるわけじゃないですか。まあそのね、いわゆるそういうこのね、皮のところ、切れないこの包丁だとそのね、トマトを潰しちゃったりとかするんだけども、まあ僕が使ってるこのね、メインの、この牛刀っていう、まあそのね、包丁があるわけなんだけども、これちょっとこの切ってみますよ。全然力入れずにこうバッとやったりとかすると、まあこんな感じでこう普通に、めっちゃ、その、なんだろう、左手で押さえる間もなく、こんな感じで普通に切れるんですよ。こんな感じ。全然そのね、力を入れてる様子がないじゃないですか。もうこんな感じなんです。切れる包丁って。だから、その、言ってみれば、その、今まで料理が面白くないとか、楽しくないとかって思った方、思ったことがある人って、道具が悪い可能性もすごくあるんですよね。変な話、その食材を切るっていうのも、そのコツをつかむとね、すごく楽しいんですよ。そのキャベツをね、このね、薄切りスライスしたりとか、なんかこう、キャベツ、なんかさ、なんかこうね、薄い千切りとか薄切りとか、まあいろいろあるわけじゃないですか。で、これトマトのカットとかもそうですし、人参をみじん切りしたりとかするのもありますし、その、道具がいいと、その、作業が楽しくなるっていうのはね、これ別にもう、包丁に限らず何でもそうですけど、まあギターとかもそうじゃないですか。なんですよ。なんで今までその料理とかで、ね、楽しいと思ったことがないっていう方ほど、試していただきたい。だから、そのね、料理楽しいと思えないからね、年に1回しか、料理しないとか、月に1回しか料理しない。その低頻度だから道具にこだわらなくてもいいかな、みたいな感じで、どうしてもおざなりになってしまって、どうしてもどうでもよくなってしまうと。けれども、そんな方こそ、まず1回試していただきたいっていう、まあ、そんな感じの、動画でございます。よろしくお願いいたします。私の熱意伝わりましたでしょうか？ぜひこの動画見終わったら、100円ショップの包丁、100円ショップのまな板、やめてください。概要欄の方に、とりあえずこの辺使っときゃいいんじゃねえのっていう包丁と、まな板、書いておきますので、よかったらですね、その Amazon のリンクをポチッと、やってみていただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。そんな感じでですね、ちょっとまあ、ここから少し余談なんですけれども、
まあその包丁、一言で言ってように、まあいろいろな種類があるわけですよ。まあ初めてその包丁を買うっていう人はですね、どんなものを買ったりか全くわかんないって感じはすると思うんですけども、とりあえずそのね、サイズがいくつかあります。ちょっと僕がメインで使っている包丁今こうバーッと並べてるんだけども、これがそのね、24センチ。で、多分ね、皆さんは少しデカすぎると思います。さっき言ったこうね、17センチ、18センチのね、この包丁がね、多分ね、一番、使いやすいと思います。このサイズが一番いい。で、このサイズである程度慣れてきて、その料理が楽しくなってきて、もっといろんな食材切りてなと思った方はですね、包丁はね、でっかい方が使いやすいんですよ。これマジで。でっかい方が使いやすいです。おすすめとしては21センチぐらい。このぐらいのサイズはですね、あってもいいと思います。で、もし、一人暮らしだけれども、キッチンがそこそこ広いよっていう方はですね、24センチもおすすめいたします。キッチンが狭いと24センチはね、ちょっと持て余します。なんでかっていうとね、そのね、やっぱ歯が長いから、どっかにぶつかっちゃったりとか、そのね、置き場所がなかったりとかするんですよ。なんで基本は、17、18のサイズ感。で、おすすめとしては牛刀なんですけども、牛刀じゃなくて三徳包丁ってものでもいいです。17センチ。で、さらに料理が好きで、さらに興味があって、もっといろいろね、チャレンジしてみたいって方はですね、20センチぐらい、おすすめしますです。で、さっきちょっと言いましたけども、その包丁で研がなきゃいけないんですよ。もちろんそのね、新品の状態はすっげえ切れます。めちゃめちゃ切れます。なんかこの辺の包丁とかね、味噌の森部電工ってやつなんですけども、買って、でも高くないですよ。8000円ぐらいですよ。8000円ぐらいの包丁です。買って、その箱をパコって開けると、注意書き書いてあるんですよ。なんか説明書みたいなのがあって。すげえよく切れるから気をつけろよ、ベイベーっていう。なんかそんな注意書きが書いてあったりとかするんです。そのぐらいね、ほんとね、めちゃめちゃよく切れるんですわ。けどずっと使っているとね、やっぱりその包丁はどうしても生クラになってきてしまいます。で、そこでまた登場するのが、これは別に買わなくてもいいです。もし興味があればって感じなんだけど、これ。美味しい。ぜひ、興味があれば買ってみてくださいませ。初めての砥石は、またリンク貼っておきます。貝印のコンビ砥石ってやつで、これ台座があるんだけども、こんなやつで大丈夫です。その荒研ぎとね、その仕上げが、セットになった、両面でこうね、使い分けができるんですけども、こんな砥石があります。これをちょっとぜひ使ってみてくださいませ。で、さらにその興味が出てきたら、こういうキングデラックスっていう、これも2000円ぐらいで買えます。こんな砥石もあったりとかするので、ぜひ揃えてみてください。とりあえず、初めての砥石の場合は、この、貝印のコンビと一緒で大丈夫でございます。ちょっとリンク貼っておきます。ちょっとついでながら少し研ぎの話もしておきましょうか。ちょっと研ぎの話に移りましょう。それではおまけ編ということで、包丁の研ぎ方の話もさせていただこうと思います。ここに関してはですね、ちょっとマニアックな内容になってくると思いますので、興味がある方だけご覧いただけたら幸いでございます。とりあえずね、買って新品の状態はね、包丁がよく切れるので、しばらく使って生クラになってきて、ああ、ちょっと包丁研いでみようかなみたいな、そんな気持ちになったら、ぜひチャレンジをしてみてください。とりあえず、砥石をですね、水に、つけておいて、たっぷり水を吸わせておきます。10分ぐらい、つけておくと良いかと思います。で、左手にですね、このボウルとかフライパンとか水を張っておいて、水が垂らせる状態を、作っておいてくださいませ。で、何かしらこの滑り止めとかね、濡れ布巾とかを使って、このね、動かない状態。押したりとかね、ずらしたりとかしても動かないような状態を作ってください。こんな感じです。で、実際その包丁研ぎっていうのはですね、すごい難しいんですけども、まあ僕みたいなね、見よう見真似でもね、全然、変化がありますので、最初はうまくいかなくてもですね、ちょっとまあ楽しみながら、包丁研いだりとかして、遊んでいただけると幸いでございます。まずは、その、片方ずつ、こう、バイバイと研いでいくわけなんですけれども、いきなりこう全体を研いでいくわけじゃなくて、先っぽからね、ちょっと順番に、研いでいってみてくださいませ。イメージとしては、この、砥石を平らにならすっていう、意識を持つことです。左手を、包丁に添えて、こんな感じで持ってやっていきましょう。10往復ぐらいかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こんな感じです。奥に行くときに押す感じとかね、まあ、いろいろ細かいところあるんだけどね、最初見よう見まねでいいです。とりあえずこんな感じかなみたいな感じで。で、10回じゃなくてもいいです。なんかひたすらこうバイバイやったりして。今日は何を作ろうかな、oh yeah, 今日はみたいな感じで、歌いながらやっても全然 OK です。で、こんな感じで、ちょ、一回研いでみて、このね、包丁でなぞってみてほしいんですよ。今、こっちを研いだじゃないですか。こっち側研いだから、帰りってものが出てるはずです。こう研いだので、こういう感じで、この指先をなぞってみてほしいんです。歯の背中ってことですね。そうすると、この辺にね、このね、帰りっていうね、このザラザラしたものが出てきてるはずなんですよ。
このザラザラしたものが出てくるとうまく溶けてるってことです。で、逆に言うとここはね、ツルツルして返りがない状態だと、溶けてないってことなので、角度を変えたりとか、その位置を変えたりとかして、返りが出るまでチャレンジをしてみてください。で、先っぽができたら、先っぽからこの辺かなって感じでちょっとずらして。今日は何を食べようかな、あの子が好きなのは、あーずっと、あとパプアニューギニア。そしてこの辺解いたら次はまたこの辺ずらしてと。パプアニューギニアには行ったことがないけれども何があるのかな。パプアニューギニアは一緒に行くかどうかわからないけども、あの子が好きならば行くにはやぶさかではございません。帰りを見ながら、でこのねパート目の時に帰りが出てたところがあったらそこをまた解いてあげると、だいぶ今いい感じに全体的に行ってきました。さ最後パプアニューギニア、パプアニューギニア、パプアニューギニア。で、こんな感じですね、全体的に、今、返りが出てきました。これで OK でございます。で、今、こっち側をやったので、今度は逆ですね。こっち側から、また、パプアニューギニア、パプアニューギニア、パプアニューギニア、パプは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 、ハニーは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 、マシン英雄伝渡る。マシン英雄伝渡る。グランゾーと僕の心が、グランゾー、グランゾー。魔法に変わるんだ、グランゾー、グランゾー。不思議な冒険だ。あ、なんだっけ、パプワ君か。南国少年はパプワ君。南国少年はパプワ君。マングス少年はマングースが、マングースの呪いが、私たちの生活に襲いかかる。うん、大丈夫です。帰りがいい感じで出てます。で、こんなのを、気が済むまで。ひたすら繰り返します。気分によるんですけど、2,3 往復すればいいと思います。だからまだ時間としてはですね、解いてる時間は5分ぐらいですよ。最初ちょっとね、めんどくさいなって思うかもわかんないんだけども、1ヶ月に5分間、もしくは10分間、こんな感じでこうね、解く時間を設けるだけで全然歯の持ちは変わってきますので、ぜひ包丁を買ったらですね、研ぎも覚えていただけたら嬉しいなと思います。で、この会議を見ながら、あ、全然適当に、あ、帰ってるわ、よかったよかった。で、何往復がしたら、最後はですね、この会議のところ、ここに今めちゃめちゃこうね、ザラザラしてる会議があるので、この会議をですね、落として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 終わりという感じです。そうするとめちゃめちゃ歯の、この切れ味がですね、復活しているはずでございます。で、包丁研ぐときはですね、この砥石のこのカス、なんか特措とか言ったりとかするんですけど、すげえ名前ですよね。特措はですね、服につくとすごい落ちないんで、エプロンとかですね、して、周りがね、汚れてもいいように、してあげると良いのかなと思います。まあ、こんな感じで、完了です。で、一応その理想的なところを行くとすると、その実際に包丁を使う前に、その野菜くずとかでさ、その一回その、なんだろうな、馴染ませるという感じというか、そんなことをした方がいいって言われたりとかするんですけども、僕は最近はすごい面倒くさいんで、そんなことはしません。次そのまま本番で切ります。一回洗剤で洗ったらそのまま本番をいきます。そんな感じです。こうやってやっていくとどうだろう、切れ味復活したかな。ちょっとさすがにこの17センチの三徳包丁は、まあ普段使わないからどんな感じか全然わかんないんですけど、そうですね、トマトはもう切っちゃったからな、切れるかな、トマト行ってみましょう。トマトレッツトライ。あ、でもまあ、いけます、いけます。こんな感じですよ。2000円ですよ、2000円。2000円だけどもちゃんと溶けばちょっと甘いな。もう少ししっかり溶きたいところですけどまあこんな感じです。まあ全く力を入れてるのがわかるかと思います。こんなイメージでございますよ。まあね、最初の注意喚起の話からですね、ちょっとこう雑な話になって、なんか砥石の話になって、なぜか研ぎの話になりましたけれども、まあそんな感じでございます。ちょっと何度も何度も口酸っぱく言うようですけれどもね、包丁とまな板、ぜひですね、いいものといってもその何枚もするものじゃなくていいので、数千のもので大丈夫ですのでですね、ぜひ揃えていただけたら幸いでございます。そんな感じでございます。それでは、今日は何の動画だか全然わかりませんでしたけれども、以上、包丁をちゃんとしたものを使ってくれっていう動画でございました。さよなら、グッバイ、じゃあね、おやすみなさいませ。グッバイ、さよなら、じゃあね。